当健康管理センターは東海病院に併設された人間ドック専用の施設になります。 CT、MRI、内視鏡、各検査機器いずれも病院の診療用のものを用いており、精度の高い検査を提供しています。病院が内科外科ともに消化器疾患に力を入れており、内視鏡検査には特に重点を置いています。消化器内視鏡学会指導医を中心に医療機器を用いて上部下部内視鏡検査を行っています。胃がん、大腸がんともに早期に発見できれば内視鏡で切除できる時代であり、積極的に内視鏡検査を受けることをお勧めしています。また内視鏡検査は1回だけでなく毎年繰り返し受けるっていうことが重要であって、検査自体の負担軽減にも力を入れています。いわゆる生活習慣病はもちろん対応しておりますし、またがんとの因果関係が明らかである喫煙、ピロリ菌、肝炎ウイルスなどの感染症への対策にも力を入れています。禁煙が 早ければ早いほど健康にとっていいのは言うまでもありませんが、喫煙されている方が受診された場合は今禁煙することは必ず後の財産になるをモットーに病院で行っている禁煙外来の受診をお勧めしています。またドックの結果、肝細胞がんの原因となる肝炎ウイルスや胃がんの原因になるピロリ菌の感染が判明した場合、当院の内科外来を受診していただいて C 型肝炎ウイルスの除去、ピロリ菌の除菌を積極的に推奨しています。がんや脳神経血管病のような重篤な疾患というのは早期に発見することっていうのはもちろん重要なのですが、何より病気そのものにならないっていうことが最も大切だというふうに考えています。病院と健康管理センターで連携して予防、診断、治療まで一貫して行えるのが当院の強みだというふうに考えています。健康管理センターと東海病院で連携して予防、診断、治療まで一貫して行っているのが当院の特徴ではないかと思います。健康管理センターを含む各診療科の垣根が低く、各科で協力してスピーディーに診断、治療を進めていけるのが当院の特徴になります。ぜひとも当院の人間ドックを受診していただければと思います。